はい、柴又界隈に戻ってまいりました。時刻は5時ちょっと前ですね。こちらは新柴又、北総線の新柴又駅という駅の近くにあります講和浴場というお風呂屋さんです。あの柴又界隈お風呂屋さんちょっと少なくてですね、この、新柴又の駅のところまで来るか、もう一つは京成高砂の駅の方にもう1軒か2軒ぐらいあるんですけども、まあ、ちょっと自宅からだと自転車乗っていかないと、ちょっとお風呂屋さん探せないですね。なんでいつも1週間に1回ぐらい、こちらの方に来ております。まあ、あの自宅はユニットバスということで、まあ、シャワー専門に浴びているんですけれども、まあ、大きいお風呂を入りたくなったり、あの体重計とかね乗んなきゃいけない時あるんですけども、その時こちらのお風呂屋さんで、まあ入ってお風呂入って疲れを取って、だいたい日曜日が多いんですけども、で月曜日からのお仕事に備えるという形になります。まあ、ちょっとすいません、中あのぼかし入れなきゃ映せない部分ありますので、あの入り口だけの絵にしますけれども、まあ、新柴又の駅に近いところにあるこちらのお風呂屋さんにいつもお世話になっております。で今日のトレーニングはまだあと2時間半ぐらい残してますので、こちらでちょっとゆっくりした後に自宅に戻ってトレーニングの残りをやって、それでまあ終われればなという感じで今考えております。はい、以上です。